伊勢が、坪城、または、伊勢が、坪城、塩が、坪城は、広島県広島市浅木拓大林にある日本の城石。熊谷市の遺跡として、広島県指定史跡。秋国蔵入り層を領地とした熊谷市の居城である。1221年に勃発した、上級の乱の先行により、秋国に入った、当時の熊谷市当主熊谷寺火事は3。 伊利宗北端である大林の地に伊勢が坪城を構え居城とした。その後、戦乱の時代になると熊谷忠史業は山城とはいえ飛行も低く防御力の高くない伊勢が坪城から要害堅固な三入高松城に居城を移している。しかしつなぎの城としての役目もあり、伊勢が坪城は廃城となることなく存続し、 隠居城としての役目も持っていたと言われている。その後毛利氏の傍聴違法に従い、伊勢が、坪城も他の熊谷市の城や屋敷同様廃され、熊谷原直は三入りの地を離れ、萩へと移っていった。伊勢が、坪城近景城は根の谷川の東岸に築かれ、一角から南西に伸びる尾根に沿って、四つの角と北側に一つの車を備えている。 西側には3本の掘り切りを配置して防御線とし、一角東側は東から伸びてくる尾根を2本の掘り切りで遮断し、根の谷側を天然の掘りとしている。一角の東北端には井戸の痕跡があり、一角南西下の車には全長20メートル、高さ1.1メートルから1.5メートル程度の石垣も備えていた。上石は1951年に、 県の史跡となっていたが、1970年の追加指定と名称変更により、高松城、土屋敷、菩提書、観音寺跡と合わせて熊谷市の遺跡として一括された。ありがとうございます。